筆の扱いに慣れた高学年向きの教材です。まずは線を描く練習をしてみましょう。水で濡らした筆に少しだけ墨をつけて横線や縦線の練習をしていきます。墨の濃さや線の調子などを見ながらどんな作品にしようか考えてみてください。縦線横線の練習ができたら今度は丸を描いたり払ったり曲げたりいろいろな線を試して描いてみてください。線の練習ができたら、その上から点を描いたり線を描いたり、どんな効果が出るかを考えながら、どんどん試してみます。これは練習用紙ですが、これだけでもう一つの作品になってきました。筆の扱いになれたら、今度は思い切ってどんどん描いてみましょう。描く時のポイントは、墨の濃さを変える、線の太さを変える、余白を大切にするということでしょうか。出来上がったものにタイトルをつけるのも大事な勉強です。ポトンと墨を落とすとだんだんにじんできてふんわり柔らかい効果が出ます。そのにじみ具合を見ながら作品を仕上げていってください。優しい感じの作品が出来上がりました。いろんな作品ができたら、それを集めて展覧会をしましょう。タイトルをつけて掲示してください。